戻ってきた。もうヘトヘトだぞ。あれ、なんで二人しかいないんだ。あなたたちが離れた後、ヨーヨと総玉はタコをあげに行ったのですが、しばらく遊んだら眠くなったようです。それでガミンさんが彼女たちを家まで送ると申し出てくださいまして。だが彼が先ほど言っていた言葉の意味を我はあまり理解できなかった。お？ガミンは何て言ったんだ？タコがどんだけ高く遠くへ飛んだって所詮は糸に操られてる。本当の意味で自由に飛んでるわけじゃないんだと言っていた。この言葉を口にした時の彼は寂しそうな顔だった。確かにガミンさんはタコに対して少し変わった思いを抱いているような気がします。自分自身を重ねる。もし我がタコだとすれば、我にとって糸はとても大切な存在だ。それは大切な人との絆を意味する。それから神格？そのつながりはとても細く遠く離れたものではあるが、もし糸がなければ我は帰るべき場所を失ってしまうだろう。主の言うようにガミンがタコに自分自身を重ねているのだとしたら、なおさら理解に苦しむ。人それぞれ立場や経歴、考え方は異なりますからね。これもよくあることです。辛いものを好む人もいれば、辛いものには一切口をつけられない人がいるのと同じようにか。ええ、だからこそお互いを理解し合い、寛大な心で接し合うのが大事なんです。何の話だ。寛大な心がどうのこうのと聞こえたが、話に入り損ねたようだ。ただの雑談だぞ。カオンってほんとどんな情報も聞き逃さないんだな。あ、そりゃどこ行ってたんだ。ふん、少しばかり料理の腕を振るっていた。もう日が暮れる。休養がなければ残って食事をとっていくといい。リュウンシン君の手料理をいただくのは久々ですね。うん。心配無用だ。肉も野菜も揃っておる。お前たちの食の好みをわらわが知らぬわけなかろう。神格、カウン、ついてきてくれ。なんでこそこそするんだよ。あ、まさか二人にはスペシャルメニューがあるとかじゃないよな。料理を運ぶならオイラたちも手伝うぞ。いざ。足に風が当たって寒いですし、なんだか恥ずかしいです。髪飾りはちゃんと止められたでしょうか。出る前にリュウンシン君にもう一度見てもらえばよかった。どうだ。え、そんな堂々と聞くなんて。カオンもすっごく綺麗だぞ。なんていうか端正で上品でお前たちにぴったしだな。当然だ。リーウェで最も腕利きの裁縫師に頼んだからな。神格とカオンは最近何色を好んでおる。最近の好きな色？
どうして急に色のことを。我は黒が好きだ。うむ、わらわが手塩にかけて育てた弟子だけあって、わらわの感性を受け継いでおるな。汚れが目立たない黒の良さを最近身をもって知った。カーンはどうだ。私は黒と青どちらも好きです。その素材着心地も悪くないだろう。はい、タコだけでなく、こんなに貴重な怪盗祭の贈り物までいただけるなんて、お心遣いありがとうございます。師匠に感謝する。お前たちが気に入ったのなら何よりだ。普段からそれを着るといい。カーンは料理の腕をまた一段と上げたな。特にこの黄金カニだけど、衣はサクサクで身には甘みがギュッと詰まってたぞ。たらふく食ったぜ。ガミンがいなくてよかったぞ。もしあいつがいたら、きっとオイラと箸で戦うことになってたからな。ガミンにはタコのことで来てもらった上に、午後は総局の面倒まで見てもらった。せめて夕げを馳走したかったのだが、仕方がない。今度檻を見てあやつに礼を言うとしよう。龍雲神君に認められる人物なんてそういませんよね。わらわの基準は高いからな。ガミンは将来有望な人材だ。わらわはその際に可能性を見出しておる。彼は自分を縛りつける糸から解放されたいようだった。糸、それはまた何の比喩だ。万民堂で働き始めてから新しい言葉をいろいろと身につけたようだな。わらわがついていけぬとは。どこから説明したら。あ、カーンはガミンがお父さんとの関係で悩んでるってことは知ってるか。家族とあまり仲が良くないことは耳にしておる。実はあいつ、家出してから一度も帰ってないんだ。何？そのようなことがあったのか。ことの始終を詳しく聞かせてみよう。話していいのかな。あいつに怒られないといいけど。そのようなことが。これは放ってはおけぬ。怪盗祭は目の前だぞ。変化を求めるのにゆっくり進んでいく暇などあるものか。そういえば先日裁縫師を探していた時、深淵大将ミヌのことを思い出した。あやつは裁縫の天賦に恵まれておってな。生地の選定や色の組み合わせ方、服を着る者の気品を際立たせる飾りの付け方に至るまで深い造形があった。仙人の集まりの場で抜難は我々女人にこっそり不満を漏らしたことがある。ミヌが仕立ててくれた服は華やかな見た目とは裏腹に、丈が長すぎて戦う時に動きにくくて困るとな。それでわらわはさりげなくミヌの考えを探ってみたのだ。すると裾がなびく姿こそ仙人の気品を感じさせる霊視だというのがあやつの持論だった。衣装や装飾品に対するミヌのこだわりは帝君さえお手上げなほどであった。その後話が脱線したな。詰まるところわらわが言いたかったのは、怪盗祭は団らんを祝う祭りだということだ。まだ手を打つ時間はある。問題があれば解決するまで悔いを残さぬようにな。諸行無常、苦難や不足の出来事は招かれざる客人のごとく無常に訪れるもの。まだ若いうちは可能なら避けて通った方がよかろう。言ってる
ことはわかるけど。龍雲神君、何か案はあるのでしょうか。ふむ、戦術を使うか、いな、仕掛けの術。こたびの状況では出番がなさそうだな。我に何かできることはあるか。そうか、皆の力に頼るのも悪くない。妙案を思いついたぞ。まずはこのようにして。して、皆はどう思う？おお、いいと思うぜ。絶対成功させような。わらわの計画が成功しないわけなかろう。ではおのおの準備を済ませ、2日後に合流するとしよう。それまでゆっくり休息を取るといい。